1979年秋、早稲田大学理工学部の音楽サークル、ロッククライミングに所属していた、東ずまが、当時交流のあった、モダンジャズ研究会のメンバーと共に、卒業記念の思い出作りとして、ビッグバンドのコンサートを企画したのが始まり。大学卒業と同時に、解散の予定だったが、あまりの楽しさに味をしめ9ヶ月後に再結成。 以後不定期に活動を行うことになる。1983年、デビュー作、スイングバックウィズザ・スインギン・バッパーズをリリース。収録曲は、全曲英語による、ブルース、ジャズのカバー曲だった。収録曲の一曲、キャブ・キャロウェイの、ケパ・サーチーカは日本語の歌詞でもレコーディングされ、おいこらお嬢ちゃんのタイトルで、シングル版としてリリースされた。1988年、 二枚目となる、ヘップキャッツ・ジャンプ・アゲインをリリースするが、このアルバムから、極楽・パパ、ゴミの日来るまで、など、独特のユーモアにあふれた日本語による、オリジナル曲が登場するようになった。また、アルトサックスの渡辺康志蔵がこのアルバムで、ボーカルデビューを果たしている。このアルバムのレコーディングの後、ピアニストの堀江、孝之助が脱退。公認として、ローラーコースターのピアニスト、 早崎市政が加入した。1991年、大手のビクターへ移籍し、3枚目、ストンピンバウンシーンをリリースした。前作よりさらに、日本語の曲が増え、10曲中8曲が日本語で歌われている。最後に収録された、本じゃねは、脱退した、堀江幸之助に捧げられている。ビクターへの移籍後もマイペースで活動し続け、ライブ活動は、 年に4回くらいと非常に少ないままであった。そして、次のアルバムの完成までには、11年という歳月が流れた。2002年、久々の新作、スクイージンブローインをリリース。やっぱり肉を食おう、刈り上げママなど、収録曲の多くは、アルバムのリリース以前に、ライブでの定番レパートリーとなっていたものである。前者は、クジラもどんどん捕まえちゃお という歌詞に、ビクターからクレームがつき、ついでにお前も食っちゃおうと変更されてレコーディング、されている。このアルバムのリリース後、ライブ活動の頻度も上がり、地方公演も以前より多く組まれるようになった。2006年、通算5枚目となる、セブンバイ・ディケードをリリースする。このタイトルは結成後27年目という意味である。このアルバムには、 ライブで演奏されていて収録が期待されていた数曲の収録が見送られている。中でもカウントベーシー楽団のディド・ユーシー、ジャッキー・ロビンソンヒットザット・ボールに大相撲の取り組みの歌詞を載せた土地あずまの取り組み見たかはライブでも盛り上がる報復絶当の内容だが原曲の権利者から使用に関する返事がなかったために収録ができなかった2007年。 バンドのディレクターを務めていた、湯川治おさむがビクターを定年退職。バンドもビクターから、湯川が新たに立ち上げた、ホットリバーレコーズへ移籍。同年9月22日、23日とうぐいすらにの東京キネマクラブで単独ライブを決行。これは、バンド史上初の2日間連続公演だった。この時の模様はレコーディングされ、 2009年1月、ライブ CD、スウェッティン、ボールルーム、ジャンピン、AT ・ザ・クックル・バレーとして、また、同年6月には、ライブ DVD、ステージ&、バックドア、ジャンピン、AT ・ザ・クックル・バレーとしてそれぞれリリースされている。2009年には、結成30周年を迎え、東名阪クアトロツアーを観光。アナログ版7インチ完全生産限定版、両 B 面。 サイド B1 ビッグバグブギーサイド BB1 ご機嫌メモリありがとうございます